はい、こんにちは、ソルウィンです。いきましょう。ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。というわけでね、ビューネのこれね、ずっと実はやってなかったんですけど、そう、動画撮ろうと思ってね、全然撮れてなかったんですけど、これで、外伝2-5、マリウコ、ビューネ、ベリーハード、クリアとなりますが、これどういう編成なのかな？やっぱり3ラウンドあるのかな？じゃあ一番、最近ね、マドレーンをよく使ってます。マドレーンいいっすよね、マドレーン。で、この陣形好きです。ですね。で、ね、前衛にアセルスとマドレーンが固めることによって、このね、リフレクト&カウンターで固めていくという。とりあえず、まあ、この辺はぶっちゃけ端折ってもいいとは思うんだけど、まあ一応かな。ただこれあんまり、単発火力そこまで持ってないし、あとそもそもビューネの弱点を把握してないというね。どうなんだろうね。そんなにガツガツいかなくてもいいのかな。いや、これ言うてベリーハードですからね。まあ一応手動でやりますから、いつもオートばっかなんですけど。あ、結構早いですね。まあ言うてっすね。でも火力あるんで、ちゃちゃら倒すのが正解か。はい。ラウンド2を倒し、ラウンド1を倒し、ラウンド2に行きますね。なんか懐かしいな、敵が懐かしい。どうしようかな。ぼちぼち回復してもいいんですよね。回復。ちょこちょこしていくかも。メガサクション。なるほど。はい、ナイス。これがいいですよね。まあ。で、問題はここっすよね。さあ、来ました。あ、てか、ビューネって弱点ないんだ。へぇ、そういうことになると、まあ、とりあえず普通に技振っていこうか。連携も込みでね。ちょっとそろそろ回復しとこうか。セーバーレイ打っちゃう。いや、まあ、おとなしくライトボールでもペコペコ打ってやんじゃないかな。攻撃。ミラージュボール。おお、結構減る。逆に回復が。そうきたか。攻撃回数が多いんですよね。てかよく動いてるな。うねうねしてますね。まあ、普通にいけるかな。デバフとか。いいね。これっすよ、マドレーン。マドレーンいいっすね。最近結構お気に入りキャラですね。いてー。結構火力ある。さあ。まあ、きっと、回復するだろうと。自前回復してくれるだろうということで。あんま回復出し惜しみしてると負けちゃうからね。まあ、大丈夫だと思う。ミラージュコボール。あれかな、マドレーンはやっぱ通常攻撃じゃないとカウンターできないのかな。リフレクトだけでもいいんだけどね、最悪ね。なるほど。回復出なかったか。そろそろ結構削られていくから、全体攻撃来ると怖いから、ぼちぼち回復していこうか。多分白バロはきっと回復、しない。結構するんだけどな。負けることはなさそうだね。まあ、ここじゃないですよ。本番はこの後なんですよね。あっちのチャレンジモードなんですよね。毒も治るし完璧。白バラが回復してくんないね。まあ、なんか余裕そうだな。今のところ余裕そう。これでメインストーリー終わりかな、とりあえず。まあ、この回復も一応込みだったからね。で、てかでも、ビューネって全体攻撃そんな振ってこないかな。まあでもそれでも一応、警戒で。最速で LP 削られる前に起こしておこう。まあ基本コンピューターはね、あんまり単体で死体攻撃はしてこないけどね。死体蹴り的なの。アースライダーあったわ。よかった。初めて使われた。はい。というわけでこれで終わりかな。このターンで。さようならだ。結構余裕でしたね。結構弱体化パーティーとか持ってこなきゃいけないかと思ってたから。
これですね、インパーティーで勝てて。おっ、いいっす。イエス。うん。これで一応クリアかな。実は続きあったりしてね。ゲッツ。そう、この動画はずっと撮ろうと思って撮れてなかったんだよね。はい。これでじゃあ終わり、とりあえず終わりかな。うん。メインは今のところ。あとは、こちらですね。ここの討伐室。リューネイトの戦い。一応ね、裏でやってはいたんですけど、チャレンジね。じゃあ、ほんとチャレンジ。今と同じパーティーで行ってみる。でもチャレンジだから一人なんだよね。最初から多分。ここはなんかデバフパーティーの方がいいとは思うんだよね。うん。だからこのパーティーじゃね、ちょっと火力不足で。うん。あとは、弱体化しないから、あんまり。ソフィアとかがちょっとありますけど。でもなんだよね。あと結構全体攻撃が多めなんで、ちょっとね、足りないよね、いろいろと。あ、セーバーリーでよかったか。まあ、いっか。でも、1だから、多分そこまで、まあ強いね。まあ強いね。まあ一応腕力もちょっと下げておいて、いや、結構強いな。てか何回攻撃してくるんだろうね。まあトリニティブラスターとかもあるからっていうのもありますけれども。まあ結構、やばそうだね。このパーティーで勝てるかどうかだね。アースライザーが、あ、強い！アースライザーってなんだろう。あれかな？術かな？これはきついね。ナイス。これはね、やばいっすね。やばいやつ。白バラが間に合ってくれるとちょうどいいかな。ソフィアが落ちて、みたいな流れ。あ、ナイス。止まる？あ、止める。カウンターっていいよね。そう。止められるの強い。止められるのは神がかってるね。ワンチャンあるけどね。ワンチャンは。ワンチャンしかないけど。先にソフィアが落ちるかどうか気悪いな。あ、これセーバーリューちょっとまずいか。ミスった。マドレーン強いですね。マドレーンは。あー、それ無理。でもここで、すんごい。ガード。何ガード。そのガードなんすか、ちょっと。これは負けましたね。このパーティーで勝てなさそうだな。いや、まあ、やれんこともないけど、なんかすごい、半減効果が。止めるね。三連撃に対してのマドレーンは、結構いいっすね。落ちましたけどね。先打ちする？あんまり先打ちしなくてもいい気もするけど。まあ、一応かな。まあ一応チャレンジ1ぐらいは勝てるかな。まあじゃあしっかり弱体化して、やっぱデバフ系のパーティーで挑めば、なんとかなるかな。あ、そうなっちゃうのか。まあしょうがないな。しょうがないのか。あんまりおいしくないな。あの単体でオーバードライブするのはおいしくないよね。やっぱしっかり連携したいとこですけど。まだ半分でしょ。まあきついね。混乱しちゃったし。順位と、あ、まあ、複雑な気持ち。まあでもこれはね、シンプルに無理。しかももう回復打てない。負けました。負けましたね、いろんな意味で。いや、強いですね。いや、しっかり弱体化していかないとダメかな。あと、そっか。そう、私この間さ、デスニーさんの時か、多分ね、状態異常作戦取んなかったんだよね。ワンチャン、そう、状態異常見てなかったな。アリだっけ？アリ？違う、ネズミ？だっけ？あたりの時はなんか結構見てたのにね、状態異常。なんですけど。ワンチャン、てか今見れるかよくないから。長押し。性別は女性です。浮遊しています。知力アップで、ウィーク攻撃強化。ああ、それが次だ。で、耐性、あ、はい！さすが！弱点ないって強いよな。てか、リエネ結構完璧だね。完璧な存在ですね、結構。まあ、耐性はそこまでないけど、弱点がないっていう。
で、状態異常も効かないから、もうここはしっかりとデバフしていくしかやることがないってことか。これは無理かな。ちょっときついね。あとはもうアセルスとマドレーンのカウンターというか、もうリフレクトとカウンターに期待ですね。めっちゃ知力は下げてんだけどね、アセルスがね。ちょ、腕力は下げてないので、よきち。威力高え。これは無理ですかね。さすがに強いな。ちょっと今ね、デバフパーティーもね、ちょっとね、お、迷うところ。眠りか。そう、デバフパーティーちょっとね、メンバーを変えようか悩んでてね。私結構レオニード気に入ってるんですけど、まあ実際ちょっとね、まだ育成そこまでしてないから。もうちょい足んないね。これ負けましたね。負けちゃったけど、最後までやりますか。いや、ワンちゃん、ここから全部ディフレクトし続ける可能性が、相当低いけど。はい。なるほどね。じゃあ、ちょっとデバフパーティーでやってみよっか。じゃあ、こっちのパーティーでいきますか。ちょっとね、だとは思うんだけどね。割とキャットとかは結構ありかなと思ってんだけどね。でもやっぱね、ちょっと個人的にはデバフパーティーは、回復も自前で回復持ってる人の方が嬉しかったりするんだよね。ちょっと悩んでるね、メンバーの選出は。で、回復役2人は欲しいから、一応、白バロも入れてますけど。デバフで、ソフィアみたいなね、デバフ、回復持ちでデバフ持ちのキャラがいるといいかなっていう。久しぶりだな、このパーティー使うの。実は結構、本当に久しぶり。で、熱耐性があるから、ファイアボーは打てないんだね。私は最悪通常攻撃だね。で、作業場で打たなくても先行的にする。一応、素早さも下げられるチョコレートボールを使って、まあ、どんぐらい弱体化が響くかだね。強え。最初めっちゃ強い。そこで回復してね、回復しながら、腕力も下げてる。アルカイザーなんか結構理想的だよね。PP 回復もできて。素早さも下げて、腕力も下げて。もうだいぶ下げたよね。で、これで、ワグナスもアビリティによる弱体化を持ってるので、かなり強い。ここまでいけるね。まあ、最悪ソフィア一回落ちてもいいんで。はい、しっかり下げて。しっかり下げて。アースライザーはわかんねえ。知力も下げないとダメ。あ、やっば。うわぁ、なんかやば。なにこれ。さっきと全然違うんだけど。ちょっと待って。耐性の問題、確かに防具とか。え？あれ？瞬殺？ 瞬殺！もう一回だけ、もう一回だけ。知力下げなきゃダメか。じゃあ、ソフィアは脳天割りにしよっか。じゃあ、そういう意味でアセルス入れてきた方がいい？腕力、そこまで。まあ、ワグナスはね、どっちも下げられるんで。でもね、腕力も下げないと、この火力はやばいよね。知力か。どこまでついてる？強いね、ビューね。脳天チョコレート好き、腕力を下げました。ワグナスの効果。ここは、意外と。まあ、自前回復持ってるからね、みんなね。白バラの回復期待してた。そう、組ダメはワンガル下がんなかった。まあ、確実に下げるわけじゃないんでね。しょうがないんですけど。レジスト付きで1000食らうって倍じゃないの？ 2000 食らうってこと？そんなことないよね。なんかやべえな。あれ？なんかすげえ。あんま勝てるビジョンもない。さっきよく頑張ってたな。確かに防具とかあんまり。なんかこんなに？とか持つんだ。このパーティーそんなにあれだっけ？てか防具ってそこまでやっぱ重要だったりする？確かに最近あんまりこのパーティーいじってなかったけど。まあ、割と私成績未だにつけてないから。もう勝てる気がしないね。勝てるビジョンが見えないんだけど、さっきとなんでこんなに違うんだ？確かに最大ヒットポイントは確かに違う。けど、そんなっすか？もうなんか勝てる気がしないね。勝てるビジョンが全く見えないんだけど。あれれ？おかしいぞ。もう割と耐性高いから寝ないねとか言おうと思ったのに。死んだー。勝てん。防具の問題？そんなにこのパーティー。いやでも最低限、まあ適当だな。アルカイザーがなんかこれ来てるもんな、なんか。術使わねえのにな。そうだね、死の鎧とか手に入れたりとかね。まあいろいろあるんで、もうちょっと防具とかは変えられるかもしれないけど。やっこかったね。あれれ？まあ確かに耐性とか、おすすめ耐性いっぱいあるね。どんだけいろんな攻撃してくんだいっていう。結局残土、突、熱、雷、毒。これ何？魅了？なんか魅了かな？麻痺、眠り、混乱、えぐい。
強いね、ビューネ。というわけで、またリベンジします。ではでは、さようなら。